あ、遠いですね。どうも村上です。疲れたことがない男です。マジカルラブリーです。どうもよろしくお願いします。算数が苦手だよ。算数が苦手。あ、そう。いや、かわいそうだね。あのコツ知りたいね。たかしくん、はいはい、やってますね。リンゴ3つあるからこれたかしくんにあげるよ。リカちゃんですね、こっちが、リンゴあげました今。え、いいの？ありがとう、はい、うん、あ、でも僕3つもいらないから1つ返すよ、うん、はい、1個返しました。いくつでしょうね。わかりやすくなりますよね、こう絵が見えるとね、うん、はい、なんでよなんで返すのよ。リカちゃん、あげたんだからもらいなさい。リカちゃんが問題文にないこと言ってるからやめてそれ、うん、いらないよ3つも、うん、2つでいいよ、うん、まあ、1個返すよ。もう答え言ってたよ今タカシ。2つでいいよってタカシ言ってたけどね。リカちゃん、両手出さ、おい、何で殴るんだ、おい、いらねえってんだよ。タカシも興奮すんな、お前。リンゴだってね、こう頭にかって、リカちゃん、リカやめろ、おい、かわいそうだろタカシが、おい、やめ、おい、やめろ、顔ぐちゃぐちゃになるぞタカシだ、おい。みんな、うん、リンゴ9個あるからそれぞれに分け与えるよ。同じ数ずつね、うん、3人いるから3個ずつね、はい、うん、もう出ちゃった答え。ちょ、答えもう出たからやめていいよ、おい、うろつくな、おい、リカちゃん、タカシだろこいつ。またこのリンゴどこでもらってきた。どこだっていいだろそんなもん。どうせまた盗んできた。どうせまた盗んだって、どういう設定なの。返してこいよ。投げるなっつってのリンゴ。もうね、当たりがこう悪かったらね、これ怪我とか。あー、リカちゃん泣いちゃったんだけど、女の子流されて、お前男としてさ、もう悪魔みたいになった。やめろ、タメが長くなってんの、おい、やめろ、おい、ねえ、もうビンタしてないよね。顎の下こうやって撫でながらタカシと一緒に前後に歩いてるだ今こうやって、おい、前すいませんみたいになってんだろ、攻撃するならしろ。もうどこ行ってんの、タカシもうこっち来ちゃってるじゃねえか、おい、なあ、答えろ、お前一回出てたぞ答え。リカちゃんじゃなくてリカさんだろうがい。3? どんな出し方してんだよ、もういいよ、どうもでした、ありがとうございました、ありがとうございます。 M1 グランプリ2020 16代目王者マジカルラブリーさんです。チャンピオン、改めておめでとうございます。エビちゃん見てる、エビちゃん見てる、エビちゃん見てるじゃないよ、叱られんぞお前どうですか、でもこの2日間振り返って、もうね、寝る間もないと思いますけど。あ、そうですね、やっぱこれからの優勝者に言いたいのは、はい、何回でもできるネタやった方がいいっすそうですね、2本目、決勝2本目はもう楽なやつやった方がいいっす。楽なやつやった。何本ぐらいやったの、優勝してから今の今まで、はい、釣り革のネタは1日1回しかできないんですけど、うん、3回はやりました。3回やった。3回やりました。でも背中がもうぐしゃぐしゃになってぐしゃぐしゃで、もう足震えて、うん、もうだから途中立ち上がれなくなるぐらい本当に、全部で6本やりましたね昨日は、はい、6本やった、6本やりました。他のもガラリと変わったんで、まだゆっくりできてないよね、優勝を噛み締めるみたいな時間ないよね、まだ、はい、ふわふわしますね、はい、どうですか、これからこんな番組出たいとかね、こんなことやっていきたいとかっていう野望をね、野田さん、はい、会いたい芸能人いるんじゃないですか。はい、ちょっと僕ごまきさんごまきさんがいたって、すごい、生ごまきさんで、はい、本当、あ、今度ちゃんとお話しさせてください。声ちっちゃいな破天荒に行けよもっと。ごまきに会いたかったんだ。ありがとうございます。ごまきゲームとかやるし、野田ゲーム作ってるから、あ、はい、あ、そうなんです。そうなんですね。それやって、はい、野田ゲー、野田ゲー、野田ゲー、はい、わかりました。お、やった、はい、あれ、データ送れよ、自分でプログラミングしてるから。任天堂スイッチからもね、そう、任天堂スイッチから僕出すんですよ。出るの、来年の4月野田ゲー出ます。野田ゲー出ます。あのゲームが出るの、あのバカゲーが本当に、5秒で開けるゲームなんでクソゲー中のクソゲー。じゃあそれごまきと一緒にゲーム配信とかしたらね、ああ、ぜひぜひぜひ呼んでもらっていいのだ。ぜひ、はい、うわ、よかった。ぜひ出してください。契約書とか作ったの。契約いらないよ。 M1 優勝おめでとうだよ。なんでこっちに刺さっちゃってるお前ずるいっすか2人分言ってんじゃねえか。というわけで M1 グランプリ2020 16代目王者マジカルラブリーさんでした。ありがとうございました。